朝ドラブギウギ第2週第8回「笑う角には福来る予習」です公演で立花葵の衣装の羽を忘れたことをきっかけに鈴子たち3人は仲違いをしてしまうそんな時鈴子は大和玲子からプロとして大切な心得を教えられる ある日林部長に集められた団員たちはついに梅丸少女歌劇団 USK が初の単独公演を行うことになったと伝えられる新人3人にもデビューのチャンスがあるというのだがそれは3人のうち1人だけだと告げられる朝ドラ「ブギウギ」第2週第9回。 笑う角にはふくくる予習です鈴子は百日関にかかってしまう3ヶ月後の梅丸少女歌劇団 USK の単独公演の出演は無理かもしれない鈴子は高熱でうなされ艶と梅吉は鈴子が死んでしまうのではないかと心配するそんな時 鈴子はに桃を探すのだが今は桃の時期ではなく一方白河と桜庭は鈴子がいなくなったことで同期の大切さに気が付き始めていた朝ドラ「ブギウギ」第2週第10回「笑う角には福来くる」「予習」です。 鈴子は1週間で稽古に復帰し同期3人で切磋琢磨して稽古を続けた単独公演まで1ヶ月となり鈴子たちは3人とも「水のしずくの役でデビューすることになるデビューするにあたって芸名を考えることになった鈴子は通夜に相談し「福来鈴子」と決める そうしてついに念願の梅丸少女歌劇団 USK 初の単独公演本格レビュー賞「四季の宴」いよいよ開演する。